皆様こんにちは。今日は福岡空港に来ています。これからピーチ APJ455 便 A320-200 型に乗って福岡から千歳の方に向かいます。どうぞよろしくお願いいたします。ピーチの機体は明るいピンク色なんですが、機内は黒と紫の少し落ち着いたシートになっています。23番目の窓側、翼の後ろ側です。さあ乗りましょう。楽しみです。向こう側にはピーチとジェットスターが止まっています。いや、こう並んでいるのもかっこいいですね。今日は高松から福岡に来たんですが、その工程は下の概要欄に記載してあります。ぜひご覧になってください。いや、ほんとね、間に合ってよかったなと思いました。11時25分に駐機場を離れ、そして11時41分離陸となります。いや、この離陸の瞬間の加速の G が最高ですよね。私、福岡空港は日本の空港の中でもトップ3に入るぐらい好きな空港でして、何せ飛び立った後の福岡市内、いやー、これがね最高なんですよ。一度夜ここの飛行機場から飛び立ってみたいなと思うんですが、北海道へ向けて飛び立つ便というのが日中しか飛んでいないので、いやー、とても残念ですが一度見てみたいなと思っています。これ見てください。綺麗でしょう。最高の景色ですよね。福岡から新千歳空港までのフライト時間は約2時間半。いや、この空の旅楽しんでいきたいと思います。高速道路の真上を通り、そして前方には新幹線、在来線のレールが見えてまいりました。博多駅も確認できますね。離陸しました機体は福岡市街を抜け、そして海へ出ます。前方には能古島も見えてまいりました。いやー、この景色は本当綺麗ですね。うわー、この博多湾の景色すごい綺麗ですね。この海岸線行ってみたいなと思って調べてみましたら、 JR ですと西戸崎駅があるそうです。レンタサイクルなどで湾を巡ってみたいですね。飛行機はそのまま日本海に出るのかなと思いましたら、右に旋回してまた九州の本土に入りました。いや、この山々の景色も綺麗ですね。本土は大きく左に旋回し始めました。いよいよ九州本土を離れます。多分この辺りですが、阿蘇市の辺りだと思います。熊本県ですかね。今ピーチでは機種によって違うのですが、 Wi-Fi サービスができるようになりました。この乗っている機種はちょうどそれができるので、今解禁になりましたので調べてみました。ちょうど今大分の辺りから瀬戸内海に抜けるところですね。海が見えてまいりました。さあ、そしてこのまま日本海に抜けて北海道の千歳にまっすぐ行けるという経路なんですね。そしてピーチは瀬戸内海を渡り本州へ上陸しました。山陰地方米子を通過して日本海に入ります。いや、天気がとってもいいですね。時間は12時50分。佐渡島上空を飛んでいます。雲に隠れていますね。そして時間は1時を過ぎました。秋田県に入ったところなんですが、これすごい綺麗な山を見つけたんですが、なんていう山なんでしょうね。
ちょっと私確認取れませんでした。津軽半島のちょうど先端部分、青函トンネルの本州側の付近です。これから津軽海峡に入り、いよいよ北海道へと上陸します。津軽海峡の先端部分と北海道が見えてまいりました。左側に見えてますのが函館山です。今エサの上空を飛んでいます。函館市内をアップにしてみました。いや、地形が美しいですね。そして北海道上陸、苫小牧市に入りました。飛行機は着陸態勢に入ります。北海道はちょうど新緑の季節とも重なり、緑豊かな素晴らしい景色になってきました。北海道の天気も良さそうですね。そして由仁町で大きく旋回、室蘭本線の由仁駅が見えてまいりました。そして長沼町でも大きく左に旋回、滑走路へと入っていきます。さあ、いよいよ着陸です。右手には千歳市街が見えているはずです。今回値段を忘れてしまったんですが、多分前回のスカイマークの時と同じぐらい、6000円前後の金額で福岡から千歳まで移動できたと思います。やはり安く移動できるようになった分、本当にいろいろなところに行けるようになりました。 LCC 様々です。新しい旅が終わりますと、また次への旅を考え、そしてワクワクしています。今日の動画いかがでしたでしょうか。またぜひ次回この動画でお会いしましょう。今日はご視聴いただきましてありがとうございました。